形が全然そうなんですよね。なかなかこんなの触るね機会がいやーないですね。可愛らしい顔っていうことです。In part one of this video, we watched a private no performance at a 250-year-old samurai residence. In part two, we'll have the professional no performer and my personal no teacher, Yamada Sensei, show us the costume and items, such as the ogi fans, wigs, and no-men masks that were used in the second performance, Yuki, in order to portray the beautiful snow spirit.You will most certainly not have a chance to see a dressing room unless you are a professional performer. There were many items that even a no trainee like myself had never seen before. Being able to film these items up close was an exceptional occasion, so I hope you can enjoy this video till the end. これは全部今日使われたものですか？そうですね、あの全てうちのおじいさんが使ってたものなので、あの、はい、すごく古くて恥ずかしいんですけども、証券で、これはね、長券ってね、長券、それがね、あの、普通の着物よりも2倍あるんですよ。ここで着物割りですよね。はい。それはもう一つ、長い絹って書くんですよね。はい。こういったものは、あの、昔、普段使ってるものではなかったそうなんですけど、まあ、舞に特化した装束というふうに呼ばれてます。まあ、これとかあとは大口って袴のもっと硬くて大きい、これは組んでないんでね、あの畳んであるものなので脳を見てからじゃないと多分こういうものですね。よかったら触ってみてください、ここら辺って、はい、なんかね畳ね、ござみたいなのが入ってるそうですね。めちゃくちゃ硬いですね。硬いんですよ、あのここもよかったら。ガチガチですね。なのであのすごくこう硬いもので自分が覆われてる感覚になるんです。本当ですね。袴のように自由に動けないんですよ。なるほど。これもずっと入ってて、すごい。これはあの白というんですけども、まあ、下着のような感覚ですね。今紹介した長剣の下に着てるので、まあ、実際は胸元の部分しか見えないんですけど、中にもこんなに綺麗な銀箔のね、あの銀箔ですね。あとは、はい、こういった腰帯と言われる、これはもう見えないです、あのつけてても腰をこう止めるための紐なんですけども、はい、やっぱり全部証券で。これは家紋ですか？いえいえ、これはねもうなんかいろんな紋を使ったりするんです。なるほど。もちろん役柄に合わせてあの変えたりもします。うん、はい、なるほど。今日のね雪というのはね長剣を着てますので、はい、あの長いですからここの見えないんですよ、ここにつけるものなんですけど。なるほど。あとはこれはカズラ帯、カズラの上につける帯、飾りみたいなもんですね。これは何を表しているんですかね。これはね、あのこれは縦枠っていうようなね、あの縁起のいい古典柄ですね。The 縦枠 pattern showing two wavy lines represents steam rising upwards, which can be associated to one's fortune boosting up.Yuki, which was the performance that used this item, is about a spirit of snow being sent to heaven by a monk. This pattern is perfect for depicting the snow spirit's troubles clearing up and dissolving. In this play, the snow spirit is portrayed as a young and pure female. In no theater, the costumes for these roles must have the color red in them as a rule. For this performance, the item which Yamada Sensei chose to include red was...ここに、中継、奥義なんですけども、はい、脳で使う奥義だけ特別で中継と呼ばれるものなんですね。ここに赤が入っています。あ、これで彼女は、まあ、おほっこい若い女性だと。あ、これはあのちなみに、雪もち椿という柄です。雪もち椿、はい、椿に雪が積もってるんですね。で銀地ですから雪という曲には合うんじゃないかなということで、まあ、これを使用しています。翔吾さんね、脳されてるから、はい、よかったら持ってみてください。ありがとうございます。形が全然、そうなんですよね、全くこうやって見ると全然違いますね。こっちの沈め扇というのは沈めてあるんですよ、要は、はい、
扇ってこう開くと開けますよね、はい、しかしそれがちゃんと沈まるので沈め扇って言うんです、はい、こっちは中景全然呼び方が違って沈まらないんです。でこれ日本語で末広がりという言葉があります、はいうんうんうん、末広がりというのはすごく縁起のいいことで、自分の家系がこう繁栄していつまでも広がっていって栄えていくんだと、うん、閉じないんですよ。こうやってバーって開いていくっていうすごく縁起がいいんです。脳がこういう性格を帯びてきたのはやはりその相手が大名であったり奥家さんであったり、昔身分の制度がありましたからすごく高貴な方にお見せするので縁起が良くないといけなかったんです、まあ、そういったことで少しずつその縁起っていうのを大事にしたんですよね。ですからこういったところにも縁起のいい模様が散りばめられてるんだと思います。で、まあ、これがね、あの能楽って結構馬が好きなのかな。これね馬のものでできてるんですよ、はい、これはねカズラ髪の毛ですね。私がつけてた、すごいこんなに近くで初めて見ました、ええ、よかったら持ってみてくださいありがとうございます。なかなかこんなの触る、ね、機会がないですね。これ何だと思いますか。これ馬とおっしゃってる馬の尻尾ですか、はい、そうですそうです、はい、なるほど馬の尻尾を染めてあるんです。でもそのまま人の髪の毛になるんですかって、あとは本物の人毛を使うものもあります。それはね本当に扱いが難しくて、はい、これはあの触っていただいたらきちっと手入れしてるとあのこれサラサラで、はい、あのすぐつけやすいんですよ、はい、串を通してあのつけていくんですけど、あの最後にね能面を見ていただいたらいいかなと。はい、はあ、すごいまた綺麗な袋に入れてらっしゃるんですね、さらにこんな風にも、ええ、どう取りましょう。こんなうわ迫力がすごい。これはね小面と言います、はい、小さい面という風に書きますけれども、子というのはあの人の名前にもよくね幼名とかにも使われていたんですけど、小太郎とかね小次郎とか言いますでしょ、はい、あれはあの可愛らしいという意味があるそうですね。可愛らしい面、そして面ってどういう意味かと言いますと顔っていう意味なんです。うん、可愛らしい顔っていうことです。可愛らしい顔可愛らしい顔可愛らしい顔あのね小学生とかに見せるとねギャーって言うんですよ。こんなこと言ったら失礼ですねめったに見せられないんですけど今日は特別に、はい、でこれ本当はこういうのつけてないんですけど使ったのでそのままちょっと残しておこうかなと思って見ていただこう思って。クッションというか、お顔につけられる際、そうなんです。あの物によっては直接ねつけることもあるそうなんですけれども、まあ、目当てといってその人の顔によっていろいろ具合がありますから調整してるんですよね、高さを。ただまあ少しここの空間があった方が声がね通るとか、これがね熱ければ熱いほど顔からこの表離れますんでね見えにくくなるんですよ。どんどん目がここから離れますから、そうか目のところがごく小さいですね。てんてんっていうぐらいの穴ですよね。よかったらかけてみますか少し本当ですかもうであればせっかくなので、はい、うん、ではねあの表というのはね、はい、あの触り方があるんですけども、はい、これはあの日本画の材料の顔料でできていますので、うん、湿気にすごく弱いんですよ。この部分なんか擦れてますでしょ、はい、この部分だけを持つようにするんです。なるほど、ここだけ持っていただけますか。はい、まあ、ちょっとね緊張すると思いますけど、はい、これは役者よりも格上ですから、はい、一礼していただいて、はい、失礼いたします。でこう落とさないように反対にして、はい、持ち替えて怖いですね、はい、クリア当ててみてください。どうです腕ぐらいが見えてるだけですね。腕の方はあまり見えない。あ、もう全く見えてない。顔は見えてない、うんうん、これで今カズの顔しか見えてない。顔のどこまでが見えた。肩ギリ
ギリ見えてるぐらい。ここぐらいまで。うん。こういうね、表をつけて人間の動きすると少し気色悪いんですよ。あ、そうですよね。脳の動きってよくできてるんですよね。気持ち悪くないのにちゃんと考えられてるんですよ。はい。大丈夫ですか。じゃあ、はい、簡単にしていただいて、はい、もう一回一礼して終わると、はい、ありがとうございました。うわ、これで回らないといけないと思うと、こう思ったら見えにくい方の表ですね。Y でここから必ずここまで行かないといけないっていうふうに決まっているわけじゃないですか、はい、それをこの視界でどこに行っているかって、しかもその顔の角度で表情が変わってしまうので、見えないからといってこう探るわけにもいかないですもんね。そうですね、はい、もう本当に1ミリ動くだけでも表情が変わるので、本当にこう気を使って動かないといけないんですよね。特にそのこちらがこういうふうに見えてほしいというまあ狙いがあった時なんか特にそうなんです、うん、表使いと言うんですけど非常に難しいです。 So we just came up from the Waraku Kyoto Summer Experience No Performance today. It was stunning. As you guys know, I am training in No Theater and Yamada Sensei is my sensei, right? Yes. But I've never had an occasion to ask him so many questions, really difficult and deep questions about No Theater. So for me as a trainee, it was really, really exciting and so much fun and really, really educational. So this is probably one of the best Kyoto Hidden Gems video I've ever filmed, especially because I love No Theater a lot. Yeah. And how was it for you, Kaze? It was your first time watching No Theater and meeting my sensei. Yeah. Mm-hmm. I don't know if a lot of people have this chance that to like see such a private show, such up close, yes, on their first experience of No Theater. Mm-hmm. It was just simply breathtaking. Mm-hmm. I could not take my eyes off your sensei. Not just the sensei, mm-hmm. but the whole performance. Yeah, the whole performance. Mm-hmm. And listening to you ask him questions and mm-hmm. getting really good answers. Yes. My knowledge level of No Theater just yeah. from level zero to like level 300 or something. In one night, right? Yeah, in yeah. one night. That was just so much information. And exactly. it just really made me want to learn more about the art itself. Mm-hmm. Mm-hmm. And how was it for you, Tomoko? Especially, I enjoyed the instructor's kimono. Yeah, and yeah, that's right. Exactly. Mm-hmm. I enjoyed it. I'm so glad you two enjoyed it too. Yeah. No Theater is a little bit difficult, but guys, by watching this video, you'll definitely be able to enjoy No Theater more. So I really hope you enjoyed watching this too. And if you too want to have this super amazing private experience, please take a look at our description box because I have a link to their website. And our goal is to achieve 1 million subscribers by January 2023. So your help would mean a lot. And we'll see you in our next Kyoto Hidden Gems. 皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching, everyone. ありがとうございました。バイバイ。Good night.